ヒートシンクの三例マザーボード上のヒートシンクヒートシンクストレートタイプヒートシンクとは放熱、排熱を目的として機器に取り付けられる部品である。熱の排出効率を高めるために火器を兼ね備えるヒートシンクの材料としては主に電熱特性の良いアルミニウム、鉄、銅などの金属が用いられる。また外気などへ熱を排出する目的上、 表面積が広くなるような形状に成形されることが多い。ヒートシンクにファンを取り付けることにより、冷却能力を向上させることができる。ヒートシンクの性能は熱抵抗によって表され、一般的用途においては熱抵抗が小さいものほど性能が高い。熱抵抗はヒートシンクの材質、大きさ、形状などによって決まる。 用途によって大きさ、形状もセンサ別であり、小さいものは数ミリメートルから大きなものは数百メートル程度まである。近年のハイブリッドカーなど高出力モーター制御用のパワートランジスタは発熱量が多く摂氏100度を超す高温になるため、ヒートシンク自体の冷却性能に加えて発熱する半導体から ヒートシンクまで低熱抵抗であることが必要とされる。そのため、絶縁体には、窒化アルミニウムや窒化ケイ素などの熱伝導率の高いセラミック部材が用いられている。またヒートシンクとの熱膨張差による、絶縁体や半導体やハンダの破壊防止のため、放熱板には、熱膨張係数が、半導体に近いドーモリ森部電合金や、 アルミマイナス単化系素複合体が用いられる。ありがとうございます。